フォルム・ロマヌム・ナイデの位置、ウェスパシアヌスとティトゥス神殿は、ローマのフォロルマーの生誕、サートルヌス神殿と、コンコルディア神殿の間にあった神殿である。ウェスパシアヌス・ミカドと息子のティトゥス邸を神格化して、祀っている。ウェスパシアヌスの死後、ティトゥス地聖火の期限79年に着工した。ティトゥスの弟ドミティアヌス邸が、期限87年頃完成させ、 ティトゥスとウェスパシアヌスを祀る神殿とした。単に、ウェスパシアヌス神殿と表記されることもある。古代ローマ史を通して、記念碑を建てることで氏族の名声と栄光を高め、その名を長く、後世に伝えようとする傾向があった。そういう意味ではこの神殿は、ウェスパシアヌス、ティトゥス、ドミティアヌスと続いた、フラウィウス朝の栄光を称えるための建築物である。 ティトゥスとドミティアヌスの関係が良好だったかどうかについては歴史家の間で議論があるがドミティアヌスが兄を神格化して皇帝崇拝の対象としたのがフラウィウス氏族の名を高めるためだったことは確かである。ウェスパシアヌストティトゥスは神格化の儀式によって神とされた。そうすることでウェスパシアヌストティトゥスをローマ市民が神として崇拝することが保証されるような伝統があった。 当時の皇帝崇拝は一種の国境であり、そうすることで皇帝への忠誠を示し、政治的、または外交的姿勢を示す意味もあった。この神殿は、コリント式オーダーで、全中式構造の六中式ポルチコを伴っていた。敷地が限られていたため、奥行き33メートル、幅22メートルと比較的狭い。この神殿と、コンコルディア神殿の間の狭い空間に、 タブラリウムの壁を背にしたレンガとコンクリートでできた2階建てのボールと構造の部屋があり、ティトゥスに捧げられたものと見られている。タブラリウムにあるペディメントとフリーズティトゥスが建設を開始し、コンクリート製の土台部分と大理石製の祭壇の中核部分を完成させたと見られている。内装を完成させたのはドミティアヌスでティトゥスの死後のことだった。内陣の壁は トラバーチン製で東方から大変な費用をかけて取り寄せた大理石で打ち張りされていた。内装は非常に豪華でフリーズに描かれた神聖なオブジェクトはローマ市内の様々なコレギウムのシンボルやバッジに使われた。紀元200年から205年頃、セプティミウス・セウェルステートその息子カラカラがこの神殿を修復させている。この神殿は 中世紀に入ると重大な損傷を受け、特に1300年頃とニコラウス五世紀の時代に行われたフォルムの改造の影響を受けた。この時、フォルムに面した神殿の角が削り取られ、角に戦闘のある要塞として神殿正面を改造している。今日残っているのは祭壇の中核部分、内陣のトラバーチン製の壁の一部と心臓を設置していた台座の一部。 ポルチコ南東角の三本のコリント式円柱だけである。ありがとうございます。